今回は箱根の達人がおすすめする雨でも楽しめるおすすめスポット紹介だ。箱根旅行を計画している人はぜひ参考にしてほしい。箱根旅行に来たのに雨なんて時も思いっきり楽しめるスポットばかり。さすが箱根。最初に紹介するのは箱根小涌園ユネッサン。水着で遊べる温泉ユネッサンや日帰り温泉元湯森の湯など子供から大人まで楽しめる温泉アミューズメントパークだ。今日は全天候型の屋内施設ユネッサンに行くぞ。ユネッサンにはユニークなお風呂があるというのでとても楽しみだ。こちらはユネッサンの神々のエーゲ海、地中海をモチーフにした大型スパで室内とは思えない空間の広がりを堪能できる。お、この香りはワイン。こちらはワイン風呂。鮮やかなブドウ色が美しい。実はワイン風呂は美に貪欲だったクレオパトラにも愛されていたほどで美肌効果が期待できるぞ。さて続いてのお風呂はドクターフィッシュの足湯だ。古い角質をついばんでくれるドクターフィッシュを300円で体験できるぞ。フロントで受け取ったバンドでお会計しよう。早速ドクターフィッシュを体験。ふふ、くすぐったい。今まで体験したことのない不思議な感覚、ユネッサンに来たらぜひ体験してみてほしい。ユネッサンには野外エリアもあるんだが、急流を滑り降りるような迫力あるロデオマウンテンは特におすすめ。晴れた日にはぜひ屋外エリアも堪能してくれ。続いて紹介するのは鈴なり市場。かまぼこをはじめとして干物や揚げ物など小田原の名産を販売している。店内は広く商品数も多いからお土産探しにもぴったりのスポット。鈴なり市場にはいろいろな商品が販売されているんだが、達人のおすすめは揚げかまだ。5種類の揚げかまぼこがセットになっており、お土産としても喜ばれる。桃色と黄緑のパッケージが可愛い商品。揚げたいは柔らかくてふっくらとした食感でおつまみにもぴったりだぞ。達人のお気に入り、切れてる板わさだ。以前地元民におすすめしてもらったんだ。カットされた状態で包装されているから手軽に食べられる。プリッとした弾力がたまらなくて鈴なり市場に来ると必ず買って帰るお土産なんだ。鈴なり市場の目の前にはカフェ107というおしゃれなカフェもある。箱根登山電車の歴史ある車両107号が目印。実は列車の中で食事もいただける。列車好きにはたまらないカフェだな。登山電車ケーキやかまぼこピンチョスなどが人気なんだが、メニューが豊富でどれにするか悩んでしまう。今回は地ビールを注文した。箱根百年水を使用した箱根でしか堪能できない一杯だ。ビール好きの方はぜひ一度飲んでみてくれ。さて続いては箱根の玄関口、箱根湯本駅にやってきた。箱根湯本駅にはたくさんのお土産や飲食店が並ぶ箱根湯本駅前商店街があるぞ。箱根湯本駅前商店街は晴れの日はもちろん、屋根があるので雨の日だって楽しめるスポット。食べ歩きをしたりお土産を買ったりしたら時間もあっという間に過ぎてしまう。こちらは茶のちもと。老舗和菓子店ちもとのお菓子とお抹茶を楽しめるカフェだ。店内は眉の中をイメージした白をベースとした丸いフォルムが特徴的。お菓子とお抹茶のセットを注文。少し休憩したら次のスポットを紹介しに行くぞ。箱根の市にやってきた。こちらには定番の箱根土産から知る人ぞ知る箱根土産まで取り揃えているお土産市場。箱根湯本駅の改札前にあり、帰り道にゆっくりと買い物できて便利だぞ。こんなにたくさんのお土産を取り揃えているから旅の途中でお土産を買いそびれても安心だな。箱根でしか手に入らないビールも販売されている。帰りのロマンスカーで旅行の思い出に浸りながらビールをたしなむのが達人流の楽しみ方。
デリアンドカフェミツキにはとても有名なドリンクメニューがあるぞ。せっかくだから飲んでいこう。生豆腐シェイクだ。箱根の美味しい水で作られた大平台の辻国豆腐店の豆腐を使った珍しいシェイク。他のお店では飲めないから、ぜひ一度飲んでみてくれ。雨が少し止んだようだ。達人が密かに推しているあるスポットを紹介しよう。梅雨の時期に美しいアジサイを鑑賞できるんだ。大平台駅では電車の進行方向が変わるスイッチバックを見物できるぞ。列車好きにはたまらない光景だな。こちらは大平台駅の駅舎だ。木材をたくさん使っており、どこか懐かしい雰囲気が感じられる。見事なアジサイを発見。このアングルから撮影すれば、アジサイと列車を1枚の写真に収められるぞ。お、今がシャッターチャンスだ。もちろん電車の中からもアジサイを眺められるぞ。雨の日でも快適だ。あえて雨の日に訪れて、より風情のある風景を楽しむってのも達人のおすすめだ。釜飯を注文している間に、源泉 100% かけ流し温泉を楽しめる釜飯屋があることはご存知だろうか。こちらの釜屋にはお店の奥に温泉が備え付けられており、釜飯が炊き上がるまでゆっくり温泉に浸かれるんだ。室内なので雨でも安心だ。入浴する際は釜飯の注文とは別に750円支払う。運が良ければ看板猫が玄関でお出迎えしてくれるぞ。今日はラッキーなことに玄関で出迎えてくれた。中に入ってみると、なんだか田舎のおじいちゃんやおばあちゃんを思い出す懐かしい雰囲気が漂っている。ほっとする空間だ。こちらが温泉。ゆで卵のような硫黄の香りもしっかりあって、シャンプーやリンスなども備え付けられている。釜湯の温泉は大涌谷から引いており、お風呂上がりはしっとりとした肌になるぞ。保温効果もあって、湯上がりは体内からポカポカして気持ちいい。ちなみにオリジナルタオルも購入できる。温泉を利用した記念に購入するのもいいな。釜飯のメニューはカニ釜飯や鶏釜飯などがあり、ラインナップが豊富だ。目の前で湯気が上がっているのを見るだけでよだれが出てきた。こうやってじっくり待つのも釜飯の醍醐味だ。出来上がったようなので蓋を開けてみよう。うわぁ、なんていい香りなんだ。しゃもじでしっかり混ぜていただこう。おこげも美味しそうだ。ではいただきます。香ばしいおこげがたまらない。お味噌汁やお漬物もセットなんだが、なんだか心がほっこりする優しい味わい。身も心もポカポカだ。最後に紹介するのはポーラ美術館だ。ポーラ美術館は箱根の自然と美術の共生というコンセプトを掲げており、雨が降って室内にいながらも森に溶け込むような作りになっているぞ。では入っていこう。館内は白を基調としており、洗練された印象だ。ガラス張りになっていて、館内からも箱根の自然が見える。失礼な。箱根の美術館は全て制覇しているぞ。ここからは館内に展示されている作品を一部ご紹介。ポーラ美術館はポーラ創業家2代目の鈴木常志氏が収集したコレクションが展示されているぞ。モネなど印象派の作品から現代アートまで幅広く展示している。こちらはモネの睡蓮の池だ。光きらめく水辺の光景を描いた作品で、ポーラ美術館で人気のある作品。館内ではこのような光の彫刻も見られるぞ。ミュージアムショップも行ってみよう。ポストカードやマグカップなど200種類以上のオリジナルグッズを揃えている。こちらは絵画が描かれたポストカード。絵画をモチーフにしたトートバッグもあるぞ。アート好きな友人や家族にも喜ばれること間違いない。開催されている企画展に関連した商品も随時販売されているから、アートを鑑賞したらぜひミュージアムショップにも訪れてほしい。こちらはカフェチューン。ガラス張りになっていて広々とした空間のカフェだ。ケーキや軽食をいただける。
喉も渇いたので、今回は色鮮やかなこちらのドリンクを注文。ストローで混ぜると、おお、色が変化したぞ。なんて遊び心あふれるドリンクなんだ。ごちそうさまでした。目と口で楽しめる不思議なドリンクだった。こんなに見応えがあって、食事もいただける美術館なら、雨の日も楽しく過ごせること間違いないな。箱根には雨の日も思いっきり楽しめるスポットがあるので、万が一雨が降った時は、本動画をぜひ参考にしてほしい。それでは次回の箱根旅もお楽しみに。